制服姿の生徒に混じってランドセルを背負い中学校に登校する子どもたち。この光景にまだ違和感を覚える人も多いのではないでしょうか。まだ十分に、浸透しきれていない、生徒たちはもちろん分かっていますけれども、市民の皆様には小中一貫教育って何だろうという、そういったところが ありますけれども、しかし着実に学校現場では小中一貫教育が進んでいます。東大阪市では昨年から全25の中学校区で小学校と中学校の垣根を越えた小中一貫教育がスタートしました。今回の企画コーナーでは、学校をはじめ地域や家庭が連携して育み、今の時代を過ごす子どもたちの明るい未来へとつなげる小中一貫教育についてご紹介します。この小中一貫教育は小学校と中学校の義務教育9年間を連続した期間と捉え、各学年の発達段階に応じた継続的な指導や支援を行っていこうと導入したものです。小学校と中学校で子どもたちにとっての学び方、過ごし方の違いというものが少しはっきりしすぎているというか、子どもたちにとって、大きく世界が変わる、そういう、環境のあまりにも違いがあるために、例えば中学校へ上がった時に、これはデータ的に言うとやっぱり不登校が増えている、あるいは不登校以外のさまざまな課題というものが小学校と中学校の違いの大きさに原因があるんではないかなということの中で、それを少しでもこの違いというようなものをですね、少なくしながら、できるだけ義務教育を終了する15歳の時点でですね、できるだけ子どもたちに多くのものを身につけさせる、この義務教育の役割を果たしていく、そのためにはできるだけ小学校と中学校が一緒になって、でこの9年間を小学校は15歳の姿をイメージしながら、そして中学校は小学校がどういうふうに歩んできたのか、小学校で子どもたちがどういうふうに歩んできたのか、そういうふうなことをきちんと分かって教育をしていこう、こういう取り組みがいわゆる小中一貫教育ということになるだろう、こういうふうに思っています。東大阪市での小中一貫教育は池島学園と楠葉縄手南校を新設の上、義務教育9年間を1年生から9年生までの一つの学校として運用する義務教育学校と、その他23の中学校区で実施しているこれまでの小学校、中学校の枠組みを残しつつも一貫した教育を行う小中一貫教育実施校にその種類が分かれます。小中一貫教育の具体的な内容としては、小学校6年生の中学校への登校、それから小学校でですね、一部教科の担任制、中学校はいわゆる教科ごとに教員が変わりますけれども、小学校の高学年でそういう教科指導のあり方を取り入れていく、それからいわゆる定期テストですね、中間テスト、期末テスト、そういうふうなものを小学校でも実施しながら、子どもたちがですね、自分の到達度合いをそういう中間テスト、期末テストのようなものを使いながら把握していく、理解していく、そういう取り組みが始まる。そして、もう一つ、未来市民教育夢トライ化という、これは小学校3年生から中学校3年生までなんですけれども、
この7年間でですね、一つのテキストを使いながら学んでいくという教科を始める、まあ、こういう取り組みでですね、東大阪市の小中一貫教育を、まあ、全面的に実施していくと、こういうことを始めました。中でも取り組みの中心となるのが、総合的な学習の時間を活用した未来市民教育として、防災や金融、社会保障などのテーマについて学ぶ市独自の教科、夢トライ科です。これは予測が困難な時代に生きるこれからの社会を担う子どもたちが、郷土、ローカルを大切にし、世界、グローバルに開かれた視野を広く持つグローカルな感覚を持ち、多様な人との共同をもとに活躍できる力の育成を目指しています。この日、赤波南小学校5年生のクラスで行われた未来市民教育の時間では、災害をテーマに自然現象による被害について学びました。授業では、はじめに雨を例にとり、降ることがもたらす恵みと被害に分けて思いつくことを出し合い、次に台風のイラストから予測される危険な出来事を考えました。続いては授業のメインであるグループワークです。班ごとにそれぞれ実際に起きた台風被害の写真を見ながら、さらに詳しく予想される危険とその対策方法についてをディスカッションしました。津波って書いてあるの？具体的に。飲み込まれる。川が氾濫するか。川氾濫するのって対策とか、あれじゃん、堤防つけたらいいじゃん。ではでは、発表者の皆さん、静かに前にスタンバイお願いします。さあ、ではいろんな写真があって、それぞれ発見したことあると思うので聞いていこうと思います。川が氾濫して、この家などが飲まれる可能性があるのと、それで考えた対策は、ダムなどに水、川の水を貯めて堤防を高くしたらいいと思いました。洪水が起こると車などが通れなくなって渋滞になったりするので、雨が激しい時はなるべく外出を控えた方がいいと思いました。なるほど。この上の木は後で倒れる危険性があって、あと道路も塞がっているので、車で逃げるのではなくて、対策は徒歩で逃げた方がいいと思います。これで終わります。みんなで話し合ったら一人一人違う意見があったので、それをまとめていい意見になったと思います。なるほど。夢トライ科は未来のことについて考えるので、難しいけど楽しいです。国語や社会に近いけど、その習ったことをもうちょっと詳しく難しく考えるような授業だと思います。なるほど。一人暮らしになった時でも天気予報とかちゃんと見て、対策とかを自分でも考えれるようになっていきたいと思いました。なるほど。このように中学校まで共通のテキストを用いた郷土愛や社会への適応力を養う教科の導入に加え、6年生の中学校登校や定期テストの実施といった取り組みを通して、9年間の学びに一貫性、連続性を持たせています。そしてそのメリットは、中学校登校っていうことで取り組みをさせていただいてるっていうことで、子どもたちはとても楽しみにしているっていうことを全員が言ってましたし、やっぱりその取り組むことで子どもたちにこう不安ではなく期待を、向けることができたのではないかっていうのは思います。
やっぱりね、先生方同士がとても仲良くなる機会をいただいたかなと思うんです。それによってやっぱり子どもたちの話をしっかりと具体的にできることかなと思ってるんです。今まではやっぱりこう卒業させてしまうと、もちろん頑張ってねって話はするんですけれども、もうお任せっていう形になってたところが昔だったかなと思うんですけど、今はやっぱりお任せではなく、この6年間3年間のこの9年間 の、 こう長いスパンで子どもたちを見れるっていうのが一番のところかなっていうのは思っています。例えば音楽であれば、小学校ではやはりちょっと2部合唱3部合唱ということで同じような声で合唱してるんですね。で中学校行くとやっぱり混声四部であったり4部であったり、やっぱ声変わりっていうのがあるので、小学校で積み上げたものを中学校で、完成さすというか、そのさまざまな個性がどのように一つの作品になっていくのかっていう、この系統的な学習の中で、楽しみを味わった子どもたちが大人になった時に、そばに音楽がある豊かな暮らしを送ることにつながっていくのではないかとか、そんなことを想像しながら先生方と話はしています。市ではこの小中一貫教育の実施に向け4年前から取り組みを進めてきました。当時モデル校区として設置していた縄手南中学校区では、小学生がスムーズに中学校生活を送ることができるようにと、旧縄手南小学校6年生の児童が中学校内で通常の小学校での授業のほか、中学生との合同授業などを行う取り組みが10日ほど実施されました。その取り組みを小学生の時に体験し、クスハ縄手南校の9年生に成長していた生徒たちは、先輩らが、しっかり返事挨拶声出しをやってるなと思いました。中学校上がった時にちょっとは違和感あると思うけど、あんまり違和感なく、いけるのがいいと思います。9年生とその時遊んでいて、9年生がとても優しく教えてくださっていたことをとても覚えています。中学校の雰囲気が知れるので、とても安心して中学校生活を迎えられると思います。なかったら中学校の雰囲気がどんな なのかなとか全くわからない状態だったと思うので、ある方がとてもいいと思います。さまざまな取り組みを通じてですね、教職員、まずは教職員がですね、小学校の教員が中学校のいわゆる授業のあり方、学校での過ごし方、学び方、これを意識して小学校での授業を進めていく。そして中学校の教員は小学校の子どもたちの学び方、そして生活、そういうふうなものをですね、一つ一つ、子どもたちのそういう通ってきた道を確認しながら中学校での授業を進めていくという、そこの簡単に言えば相互理解といいますか、お互いのこう教育の進め方っていうのを双方が十分に理解をしていく、こういうふうなことを中心に取り組みながら小中一貫教育を進めていきたい、こういうふうに思います。東大阪市で全校一斉に昨年小中一貫教育、取り組めたということは、これからの子どもたちの長い人生にとってまさに生きる力、またたくさんのことを学びを吸収してもらって、これから自分自身の未来を自分でこう開拓をしてもらえる、そんな力にもなると思います。確かな学力の定着、中1ギャップの解消、そして強度に誇りを持ったグローカルな人材の育成を目指し、導入からおよそ1年半が経った小中一貫教育。市では引き続き学校、地域、
家庭間の連携を充実させ、東大阪の将来を担う子どもたちが安心して学習できる環境づくりに取り組んでいきます。